これまでのご発表で、あの巨大都市、メガシティならではのさまざまな課題があるとともに、ですね企業さんも含めていろいろな技術が開発されているということを学んだところでございます。はじめに、特に東南アジアの都市ではですね人口が増加しておりまして、これからもメガシティがどんどん作られていくだろうというふうに思います。 えー、その中で、まあ、あのこれからヤンゴンもあのメガシティの一つになっていくだろうと思われますけれどもミオテアンさんに初めにお,お,お聞きしたいと思いますけれども、えー、ヤンゴンではあの人口が増加しこれからあの水需要もさらに増加していくと思いますけれども、えー、水源も含めてまた 水道の施設も、まあ、ロス率も含めて、まだ十分ではないという状況だというふうにお聞きしました。これから取り組むべき課題としてです、ね、ヤンゴンで最も重要な課題というのは、どんなところにあるのかということを簡単にご説明いただければと思います。 For giving me a chance for the uh, water-related uh, problem of uh, and some uh, water shortage problem in Yangon, uh, as I uh, mentioned in our previous uh, uh, explanation, so Yangon has a, a population is uh, more and more higher, and there was an influx of people from the other cities to Yangon, and also the commercial. Uh, and industries' uh, developments occur. That's why we have uh, a lot of uh, water demand, high water demand, and also the um, uh, water shortage uh, occur. And at that, in uh, parallel with this, the non revenue water rate is also high because of the uh, aging uh, facility. And also some uh, commercial and uh, commercial, you know, the physical and commercial loss. So we have, uh, at the moment, so we need to make uh, uh, very much a timely implementation of our project by implementing the master plan. So we have, uh, uh, on the other hand, so before getting the new water comes to the Yangon city, so we make uh, a preliminary improvement plan for the NRW reduction. So at the moment, we made sub project uh, for the non-revenue water reduction in Yangon, uh, and also we need to make uh, many project uh, NRW project and new water project. At the moment, so new water projects are already. Uh, uh, you know, being implemented so the NRW project also we need to make parallelly. So, and also um, in on the other part of the Yangon, there is uh you know some uh townships, so we have uh to supply in that area. That area has stayed so uh very a uh, little bit of distribution network, so we need to extend our you know the network up to there. So, we have uh. ありがとうございますあの都市が巨大化していく中で、さまざまなあの問題があの同時に出てくるということだろうというふうに思います。 あの東京都水道局では、あのまあ、あの関連団体も含めて、さまざまな形で海外の支援をしようというふうに活動されているというふうにあの理解しておりますけれども、えー、田村議会にお聞きしたいんですけれども、まあ、東京都もあのかつて同じようなあの高度成長期の問題を抱えていたわけですけれども、これまでの経験も含めてです、ね、どのようなアドバイス、支援があの可能なのかということについて、あの田村さんにお,お聞きしたいと思います。 えただいまあのお話がありましたようにミャンマーでえーあります人口の増加ですねまあこれはあのかつてまあ東京でも経験したことでございましてまあそれにあのしっかり対応していくためには私の,あの発表でもお話しましたがやはりあの水源施設やまあ浄水場それをしっかり整備していくことが大切だと思いますそのためには人口の増加に基づい予測に基づいてですね しっかりと中長期の計画を立てていくということが大切だと思います。また、無収水の問題も触れられておりましたが、やはり料金収入というのは経営の根幹でございますので、さまざまな事業を進めるためには、しっかりと収入を得るということが大切だと思います。そのために 漏水の防止についてはあの先ほど私の発表でも説明しましたが、まあ、地道なあの作業の継続というものが大切だと思いますその中でもやはりあの目にあのつくところそこをしっかり対応するということが大切かと思います例えばあの地上に出ている漏水を、まあ、速やかに修理するですとかあとあのスパゲッティ配管と言われるようなあの配管も写真で紹介されておりましたが まあ、そういうところをしっかりと交換していくと、でそういうことによるあの効果をですね、えー、しっかりと、まあ、あー住民に PR をするということも大切かなと思います、えー、そうやってあのしっかりと対応すれば、まあ、生活の質も向上すると、でそういうことにあの料金の収入がしっかりと役に立つということを、まあ、あ分かりやすく説明していくことが大切かなというように思います。 はい、ありがとうございます、えー、同じ課題でございますけれども、久保田のしな様にお聞きしたいというふうに思いますけれども、さまざまなあの製品をこれまで開発しです、ね、上下水道で活用,活用されてまいりましたけれども、例えばあの日本で、ま、東京都もはじめ、今までこそ、ま、漏水率が非常に低い3%というところですが、ま、かつては日本でも、えー、かなり高い漏水率ございましたけれども。 えー、時代によってあのその製品群が次々とこう新しいものが開発されてそれがあの採用されることによって、まあ、今の日本の水道で出来上がってきたという歴史があったと思うんですけれどもそういうようなあの経緯も踏まえまして、えー、御社があの久保田さんがお持ちの、まあ、製品それから技術 また、ソリューションということで、えー、例えばあのミャンマーのヤンゴンを例にして、ですね、何かアドバイスできるようなことがあれば、ご発言いただければと思います。あ,ありがとうございます。あの田村議官の話と被るのでございますが、えー、まずあの、の今日紹介させていただいたことに関連して、お答えさせていただければと思います。あの、えーっと えー、送水管を今、整備なさっておられるというお話を伺いましたが、まあ、そこがあの破損しているというようなところからまあそこを整備されるということですが水道の送水管は基幹施設ということで、えー、その工事にまあ多大な費用と期間を要すると、まあ、一度、不設すると50年、60年使うという必要がありますので、えー、やはり 整備にににいいては強固な施設に構築すすべきとううふうに考えます、えー、この図はあの日本の送水管の監視を示したものでございますがまずはあのこれ73%が奪還であるとダクターレテッ管が使われているということで、まあ、その信頼性を証明されておるところでございますまずは送水管の整備にはあのダクターレテッ管が採用させるされることをお勧めします 実際ヤンゴンで現在、施工中の JICA の浄水プロジェクトでは送水管にダクタイル鉄管が採用されているというふうにお伺いしておりますあともう一つまたさらに今日お話しさせていただいた HRDIP の件でございますが重要なところここに示しておりますように病院であるとか避難所空港 また、鉄道の軌道をまたぐところ地滑りや地盤沈下が起こりやすいところというようなところには、まあ、重点的に HRDIP を耐震管をお使いになられることをお勧めいたしますそういうことで強固な水道施設になるのではないかなというようなことでございますはい、ありがとうございます。 えー、同,じくあの同じ質問でございますけれども、えー、日立製作所の,あの浦瀬様にお聞きしたいと思います。あのご講演の中で,です、ねあの、日立製作所、さまざまなあの製品群、開発されて、あの実用されているということですが、えー、例えばヤン,ガンヤンゴンのミオトヨンさんのご発表ですと、えー、漏水率が50%。 近いということで、えー、排水のコントロールも非常に大きな課題であるというふうに、あのご発表の中でありました、えー、ヤンゴに限らずですけれども、あの多くの開の,の都市ではあの、水圧が非常に低いだけではなくてです、ねまあ、昼と夜で水圧を変えて、ようやくあの漏水をコントロールしているというような状態でございますので、その排水コントロールというのもです、ね、非常に難しい課題ではないかと思います。 あの日立製作所の,あの有するですね技術力、それからソリューションというようなことで,で、なかなか一挙にあの日本のレベルというのは難しいのかもしれませんけれども、どのようなアドバイス、ああ段階的にこう改善していくということかもしれませんけれども、ございましたら、アドバイスいただきたいと思いいまますすよろししくお願いします、えー、ありがとうございます。 あの漏水、まあ、無臭水率が高いといったお話の中でさまざ、あ、まなことで日本の中でもですねいろんな試験的なことも含めてさせていただいていますが、まあ、漏えい検知をするようなですねそういうあのシステム、まあ、そういったものをですね 実際にこうオンラインで上げて実際に監視していくといったような形で漏、えー、ああ水の場所を特定するような形で集中的にやっていくといったようなやり方もです、ね、いろいろな提案をさせていただいていますまたあのです、ね、適切な水圧をコントロールしていくといったような排水コントロールみたいなものもです、ね、いろいろな自治体さんに収めさせていただいていますけどそういったものの技術がです、ね、参考になればいいかなという,ふうに思います。えー、一方でですね えー、あの増水をしていく必要があるということで新たな水源を求めてとていった形で、えー、人口が集中していくという、まあ、人口増加といったような形があったと思います、えー、日本では東京都さんからいろいろご説明がありましたが、まあ、そういったような捉え方に加えて、えー、現在の技術といったような形でしますとある程度バーチャルでいろいろなデータをもとにですねやっぱりあの バーチャル空間の中で一度組み立ててみるといったような形のやり方っていうのをいろいろトライアルしたりしています例えば、ですね日立で,表でそういった例題で捉えるのはですね水道とは違いますが鉄道網をどういうふうに地下鉄網をどういうふうに引いたら交通渋滞が緩和するかとかですねそういったようなことのシミュレーションをして適切な投資を考えると。 いったような形もです、ね、いろいろなところでお手伝いさせていただく一つのツールとしていますがこういったものの技術というのが、まあ、水にも使えてくれるような、まあ、そういったような技術開発それからソリューションの開発といったものを、ねはい、一緒にできていけたらなというふうにも感じておりますす以上です、はいはい、あの期待しております、近い将来です、ね、そういった技術が水道の分野でも、まあ、あのシミュレーションも含めてできるようになるということがあの達成できればと思います。 あの続きましてですねヤンゴンでも同じことかもしれませんけれどもハノイでもですね、えー、市街部が拡大しておりまして、えー、旧市街の中のまあ排水処理も大きな課題ですけれども人口があのどんどん増えてきていわゆるメガシティになっていく過程で市の面積もどんどん増えてきて。 でそこにどんどん新しい人が入ってくるとあの旧市街の中の排水の問題もありますけれども新しく都市部が拡大していくところに対してもですねいろいろなあの水道それから排水について考えなければいけないやることがたくさんあるという状態だろうというふうに思います。えー、こうういった中ででな課題がが、顕在化してきてきると思うんですが、えー ハノイではですね、これからそのさまざまな課題に対してまず何をしていくべき、どういう形でまず取り組んでいくべきなのかということについてご意見をお聞きしたいと思います。Thank you, uh, uh, Professor、uh, Takezawa.、Um, yes,、um, um, the making the priorities for the project. Uh, it's very important because uh, um, first we talk about the limited funding, uh, and uh, we need to give the uh, the money allocation, of money for the uh, very the most important one. And um, uh, over the last two years, the uh, uh, Ministry of Construction, I I also I have learned that they also uh, prepare a list of. Um, uh, prior, priority project uh, with um, also the support from the uh, other uh, organization, including JICA. Um, but in terms of the, uh, talking about the uh, urban cities like Hanoi, uh, for example, for the wastewater management, we uh, uh, I, I think uh, the um, mm, we have to put uh, uh, very uh, emphasize on the improvement of the collection network uh, because uh, uh, without uh, connect, good uh, connection network uh, collections, uh, we cannot um, uh, uh, move forward uh, to the complete uh, system. Uh, in the past, uh, as for the past experiences, uh, there are many uh, in independent project. Uh, to uh, build a wastewater treatment plant, and after ten years, it's still uh, uh, not uh, in operation because of uh, no input of uh, uh, water. So um, to to uh, and uh, for the big cities like Hanoi or Ho Chi Minh City, the network is very complicated because it's already um, I mean developed. Some part already developed like old city. Um, you know, with like uh, uh, septic tank and connect to the combined system but uh, the new development area the, uh, according to the uh, government rule uh, we have to develop a separate uh, and how to uh, combine uh, the um, mixed, mixture of water and separate water uh, it need to, to um, uh, really good planning

まあ、東京都下水道局の経験を踏まえてです、ねまあ、今のアジアのメガシティになろうとしているところはあの人口の急増それから都市域の拡大といったさまざまな課題があるわけですけどもあの東京都の経験を踏まえてです、ね、どのようなことがアドバイスできますか。 そうです汚、ね、あ,の,あの,お水の普及という意味ではやはりあのスタートの時点はあの公衆衛生というところでこれらとか始まったわけですけどもあの人口が集中してやはり河川が非常に汚濁が進んだということがありましてやはりあの国民世論というか人民世論が非常に盛り,盛り上がったというところがございますね。あの日本 都民がですね、こんな汚い川は嫌だ。早く受け水道整備しろという声が非常に大きくなりました。やはり人口が大きくなると、 あの人口を上げると、あの住んでいる皆さんが、ですね自分の環境をもっと良くしたい、良くしたいという声が非常に上がってきたというところがございます、え特にオリンピックから、えー、先ほど1995年ですか、月、えーえー、水道100%普及したわけですけれども、うん、その間に、ですねあの東京都あの、都政モニターということをやっていて、えー、どんな施策を都民の方にやってほしいですかというアンケートを取っているわけですけれども、えー 5、6年ですね、下水道の整備というのが常に一番な時代がありました、100%を達成する前は、えー、そういうのがありますので、やはりあの都民の方もあのその川の悪い状況とかを見ていますし、あの我々行政としてもです、ね、こういったことを何とか解決していかなければいけないということをしっかり PR していくと。 いいいううこととがやっぱり大事だなというふうに思いますそれからもう一点はですねそれをやるにあたってはやはりあの先ほど財源の話もしましたけども組織整備っていうこともしっかりやってあの先ほど計画というようなお話もございましたけども組織を整備して人材を育成してしっかりあのその町その都市にあったですね 計画というものを作っていかなければいけないんじゃないかなというふうに思いますあの合理式下水道の人は今日私講演ではいたしませんでしたけれども、えー、現在でもそれはあのー。 東京でも課題になっておりますので、えーえー、先輩たちがですね、いろいろな仕組みを作って、少しでもあの汚水がですね、えー、汚水交じりの汚水が、高級用水に出ないような仕組みをですね、今でも一生懸命作っているという状況でございます。えー、それから、先ほど言いましたように、あの付け加えになりますけれども、えー、やはりあの法律とか制度ですかね、法整備の部分をですね、しっかりやっていくということが重要じゃないかなというふうに思います。 はい、ありがとうございます。あの都政モニターというような形で市民の意見を聞いて反映させるということですね。ぜひあの参考にしていただければというふうに思います。あの続きましてあのスイングのあ川様にお聞きしたいと思います。 あのご発表の中で海外でもさまざまな国で事業展開されているということでまあそういうご経験あの重なってきますと共通点とかえそれぞれに違う点とかいろいろなことがあの分かってくるんじゃないかと思います、まあ、それを踏まえてまあ今日のテーマはあの巨大都市ということですのでメガシティの中でえどのようなあのご提言ご提案ができますかはいありがとうございます、えっと、ますずは あれですね、今日のプライオリティ付づけ、まあ、優先順位付けというお話がございましたので、まあ、その一助になるかとは思いますけれども私たちがあの今日ご紹介したようにあの我々の,あの,あの循環型社会実現のためのコンセプトをご紹介させていただきましたけれども、まあ、その中にエネルギー回収とかあるいは栄養園の回収といったものをご紹介させていただきましたけれどもやはりそういったものもセットで,です、ね、あの計画の中で考えていて、まあ、そういったものがある方を優先順位付けるとか。 そういっったの発想も一つ必要かなと思ってますで加えてまあ地域のバイオマス支援をそこに活用することでそれがより効果的になるというふうに考えてます、まあ、そのことによってです、ね、例えば投資がより促進されたりですねあるいはまああの使ってるユーザーの方もまあエネルギーが自分に返ってくるあるいは肥料みたいな形で返ってくるということで、まあ、料金の支払いみたいなところの促進にもつながるのかなというふうに考えておりまして。 我々ののコンセプトが1つお助けになるのかなるかと思ってますもう一つはあの今日はあまり紹介できなかったんですが薬品を我々は扱っておりましてこれはあの高級的な処理という意味は対症療法的ではありますけど、まあ、例えば合流系水道に対してはまあ収縮素系の即効性のある消毒剤を持っていたりですねあるいは油脂を固定化す、まあ、除去するような薬剤であったり重金属を固定化する薬剤、まあ、消臭剤等々です、ね、800ブランド以上我々持っておりますので ま、そういったところで、まあ,あの結構インフラを整備するのは時間がかかる間の,間の処理としてもですね。有効なんではないかと思っております。はい、ありがとうございます。あの多様な技術の組み合わせというあのご提案だという風に思います。あの続きまして、あのメタウォーターの酒井様にお聞きしたいと思います。あのご発表の中で国内で様々な、えー、官民連携の事業を展開されておりまして。まあ、海外であの。 えー、メガシティの中で,です、ね、水道あるいは下水道を整備していく中であの技術ももちろん重要ですけれどもその財政といいますかそのいかにそれをファイナンスするのかということもまた大きな課題だろうと思います。 あの将来に向けて今今現在ではまだ海外ではそういった事業が展開されてはいないと思うんですがあのビジョンご経験の中でですねビジョンないしご提案がございましたらご発言いただければと思いますはいご質問ありがとうございますえー、っとただいま伺いましたキーワードにやはりその資金不足ということそれから優先順位が必要であるということそれからなかなか処理が安定しにくいといったことをキーワードとして頂戴しましたまあ、その中でですね私どもちょっと期待を申し上げているのが あ実はあのベトナム国様で、えー、マエロカ酸水路障技術というものを、まあ、研究開発をいたしましたあこれはダナン市においてですね下水道事業団さんダナン工科大学さん北九州一律大学さんとご一緒にですね最終的には下水道事業団さんから技術確認書をご発行いただいたんですが、まあ、その実験データをベースに今ホエアン氏さんから 約2000トンの処理設備を受託をさせていただいております今建設中ですこれはあの非常にあの地球環境に優しいと言いますかいわゆるポンプを使わない自然流化で処理をしていくという工程と罰気をしないで山水路省ですからエネルギーを使わないで処理ができる まあ、これはあの、そういう意味では、あの、今、ベトナム国様がお抱えになられている問題点に、少しでも寄与できる技術ではないかなというふうに思っておりまして、え、私どもを期待するところでございます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。あの、この話題について、最後に、あの、jica の松本さんに、あの、ご発言いただきたいと思いますが。 あのうお越しのミャンマー、それからベトナムをはじめ、ですね他国も含めてあの多くの国で、えー、水道、下水道についてあの支援の事業をされておりますが、まあ、これらのご経験を踏まえて、ですね今日のテーマあのメガシティでございますので、まあ、巨大都市特有の課題というのもあると思います。これから えー、巨大都市において、まあ、あの昨日もお話ありましたけど、SDGs 達成に向けて、ですね、まああの、上下水道をきちっと整備していかなければいけないと思いますが、えー、どのようなことをあの、ご提言いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。えっと 私の発表の中でも触れたんですけれどもやはりそのメガシティということになるととにかく巨大ですのでパブリックセクターが直接できる事業というのは限られてきたり時間がかかったりあるいはお金がかかったりということになります。 ですので、すの規制とかガバナンスが非常に重要だと思っておりましてそれによってパブリックセクター以外のさまざまなアクターが一つの目標に向かって開発を進めていくとで協力しながら取り組んでいくという体制を作るということが重要だと思っています。 いますであの今日あのヤンゴンのあのミオテインさんからの話がありましたけれどもヤンゴンに関してはですね今あの日本も協力をしておりましてさまざまな面であの改善が進んでおりますけれどもミャンマーの場合ですね問題はあの中央政府のレベルで規制がなかなかまだ整っていないというところだと思っています。ああのののこここはあのミオティンさんととももに議論を始めているところですけれども例えばあの 都市の水道を管轄する省庁というのがミャンマーの中央政府ではありません決まっていないという状況になっておりますでその結果あの水質基準はありますけれども設計基準あるいはその維持管理の指針といったものがなかったりですとか どこまでをその都市と見てどこまでをじゃ村落と見るのかというよう給水区域の考え方などもはっきりしていないというような問題がございます。でそうしますとなかなかこう開発を進めていくというときにも障害が出てくるだろうというふうに思っています。それからもう一つはあのえっ、ー、と下水道に関しましてはあのベトナムに対してあの日本も協力してさまざまなあの 制度をご紹介をして整えてきているところなんですけれどもやはりそういった制度とか規制というのは各国の現地の状況に合わせてカスタマイズしていくということは極めて重要でしてそれから人々のニーズも変わってくる生活のライフスタイルも変わってくるという中で常に制度や規制というのは見直しをかけて いいく必要があるという,ふうに思っていますそういう意味ではベトナムにとってはすでに導入されている制度をですね自分たちのものとしてオーナーシップを持って現地の状況に合わせて変えていくとそういう能力をつけていただくということが非常に重要ではないかなと思っておりまして JICA の方でもそういったお手伝いをしたいと思っております。 法制度、それから組織づくりですね、そういったことが非常に重要で、今、JICA さんの方でですね、いろんな国でこういった支援をされているということでございます。引き続きご支援いただければというふうに思います。少し話題を変えさせていただきまして、今、東南アジアの国々のお話をいただきましたけれども、 東京、日本の話ですね、東京の話題に移りたいというふうに思います。あのご発表の中で、えー、ございましたけれども、これまで、えー、日本もです、ね、長い間あの、福井促進ということで取り組んでまいりましたけれども、えー、この目標はですで、ね、に10年、あるいは20年ぐらい前に達成されているわけでございます。 復旧促進が終わったからすべての問題が解決されたわけではなくてですね21世紀に入りまして新しい課題が顕在化してきております一つは地震や洪水などの災害でございますしそれからかつて作ってきた施設がです、ね、老朽化が始まっているという課題もございますまた地球環境の時代に入りまして エネルギーを節減し温暖化に対する対策をしっかりと取らなければいけない、まあ、それが巨大都市ならではですねやはりあの責任を取ってしっかりと取り組むということが求められる時代に入っていると思います。 さらにあの日本ではです、ね、人口減少が始まってきておりまして、まあ、これがあの水の利用に対してもです、ね、様々な形で影響を及ぼすということで、えー、多くの課題があるわけでございます、まあ、こんな課題を二十一世紀に入りまして今度は新しい形のメガシティの、まあ、都市の水システムの在り方というのを まあ前例があの必ずしもあるわけではないのである意味では世界でまず東京が先立ってですね新しい在り方はこういうものがあるというのを考えて実行して提案していかなければならない時代に入ってきていると思います、まあ、そういう意味ではさまざまな技術やマネジメントのノウハウが求められると思いますがまずあの日立製作所の浦瀬様にえごお聞きしたいと思います。 今、東京に限らないですけれども巨大都市東京が直面している課題さまざまございますけれども浦瀬様のご経験あるいは日立製作所が持っている技術の中からですねどのようなことがご提案いただけますでしょうかご発言いただければと思います。 えとあの確かの一部の方で東京都さんの田村様の方からです、ね、ご発表があって、まあ、地震とか、まあ、そういった東日本震災のときだとかです、ね、そういったものに対しても、えーとえー、浄水場として機能するために、まあ、電力設備というのをです、ねえー、個別に設けて、えー、と供給をしてといったようなそういう対策をされているといったような話がありました。 で日立の方でもでも朝霞みその浄水場などで,で、ね、PFI 事業で、えー、と電力の供給等をさせていただいていますけど確かに、まあ、そういったようなことをやりながらです、ね、やっていくような方法があると思いますでそういったことも含めてです、ね、今度大きく考えていきますと、えー、私の経験から申しますとです、ね、これは,あの、えー、これはえと浄水場という話ではありませんが 工業団地の向けにです、ね、電力を安定して供給するといったような形で再生可能エネルギー風力それからバッテリーまでを用いてですね で,安価でその中で供給していくでその中でバッテリーを設けていったのは工業団地のところで,です、ね、使っています水路のポンプ、まあ、そういったものをです、ね、地震が起きた後でもでも、ね、稼働させていく必要があるのでそういったものに資するような形で知っていこうといったような形での運営するような形のものをです、ね、作った記憶があります。 それが、えっと、メガシティとか大きいところになってきますと、まあ、電力、水、すべてのインフラを含めてです、ねえー、そういった形のものが取れていくような、えっと、先ほどちょっとお話しさせていただきましたけど、まあ、あのいろいろなデータがです、ね、出てくるようになると、まあ、そういったデータのデータレイクができていきますといろいろなことを考える人が出てくると、まあ、その中に新しいイノベーションをです、ね、そういった災害向けだとか、まあ、いろいろなところに使えるような地が出てくるというふうに思います。 が一つの方法として提案できるんではないかなと思います。あのソサエティ5.0といったような形というのはですね、まあ、こういったことをやっていくのだろうと思っています。えー、上下水道ですね、事業においてもですね同様にこういうデジタル化の変革といったものでですね。えー これからの水のインフラの姿って言ったものを作っていけるのではないか、その可能性があるのではないかというふうに考えています。以上ですありがとうございます。あの今実用化さすでに実用化されている様々な要素技術ですね。これをあのうまく結びつけて巨大都市においてもあの実用化できるような仕組みができたらいいなというふうに感じました。えー、同じ質問ですけれどもメタウォーターの坂井様にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。あの。 東京都様にです、ね、アドバイスといいますかご提案するのはおこがましくてとても申し訳ないんですがただしあのこれまで,です、ね、私ども東京都様とはそのニーズにお応えをするお応えをしていくということを一生懸命やってまいりましたそれがです、ね、例えば高度浄水処理に使うオゾン設備であったりとか下水でいうと次世代焼却炉の開発であるとか これらの開発を共同研究等させていただくことによってですね、えーまあ、全国展開もしくは海外展開をしていくということのです、ね、大きな、まあ、ヒントであり技術の確立の一助とさせてきていただいております、まあ、これから先もです、ね、時代どんどん変化しそれからニーズも変わっていく中で例えば ICT の使い方とかですねそういったものをご一緒に考えさせていただくことによってです、ね、このメガシティの課題というものの解決にですね 少しでもお役に立てればというふうに思っております。以上でございます。はい、あの関東民の、えー、より良いあの連携ですね。それがあの、えー、解決ソリューションにつながるんじゃないかというようなご提案だと思います。えー、続きましてスイングの阿永川様にお聞きしたいと思います。えー、巨大都市東京メガシティ東京があの直面する様々な課題ございますけれども、えー、これまでのご体ごご経験の中からですね。 ソリューションあるいはご提案がございましたらご発言いただきたいと思います、はい。ありがとうございます。私どもからはあのエネルギーの低減について少しご意見を述べさせていただければと思います。あと土下水さんは主に300トン炉を中心に水溶でのま焼却をされていまして、ま発電とか熱利用なんかをされておりま一番効率のいいやり方なのかなと思っておりますし。 あれ一方の固定、固形廃棄物の方を見ますと、まあ、23区、区ごとにです、ね、あの焼却炉があって足立、まあ、区、渋谷区なんかは茨原グループで検査させていただいておりますが、まあ、ここらでもまあそのところどころで、まあ、発電とか熱、ね、い使用されているとで一方でまあちょっと古いデータになりますけど東京,都さん東京都の中からはまあ食品廃棄物年間100万トン以上ぐらい出ているというようなデータもございましたので。 ま今まではこの部分部分での部分最適が図られていたんですが、まあ、これ以上のエネルギー削減を求めるこれからの時代ということであると、まあ、これらすべてをですね、やはり地域のバイオマス資源と考えて、まあ、トータルでいろいろなことを見てみて、まあ、計画を立てていくということは必要になってくるのではないかなというふうに考えます。はい、ありがとうございます。えー、あの最後になりますけれども、あの熊田の信継様にあのお伺いしたいと思います。えー、巨大都市東京これまであの さまざまな努力であの、まあ、世界でも誇れる上下水道システムを作ってまいりましたけれども、えー、近い将来を考えるとさまざまなリスクもあるという状況だろうと思います、えー、それに関しましてあのこれまでのご経験の中からですねご提案等ありましたらお伺いしたいと思います酒、えー、井さんと同様大変おこがましいの話になるんですがまずあのメガシティの東京 責務としてエネルギー、地球温暖化対策についてご紹介があったかと思います。ちょっと本日紹介させていただいた NBR に関連させてお話しさせていただければと思います。NBR は先ほどお話ししました通り、成長な処理水や再利用、もしくは設置面積が小さいというような特徴があるんですが、 あ一方であの、消費電力が非常に大きいと、膜を洗うのに努力が別途必要というようなデメリットを言われてきました、えっと、この前のやつだけど、これ前、えー、この,あのグラフはです、ね、弊社の20年の NBR の消費動力をどう削減してきたかというところを示してございます。 新型の膜のユニットもしくはエアリフトポンプやサイフォンろ過などの省エネ技術を活用していくとか最近では電機メーカーの東芝さんとビッグデータを用いたスマート MBR というのを開発しまして結果今0.22キロワットリューベ米ト処理水量あたりの動力 消費電力を電力を下げてまいりました、えー。これはまあ従来の高度処理のお消費電力の同等以下ということになります。えー、またもう一つのこのお表はですね、えー、国交省さんがお示しになられておる、えー、水処理から出てくる地球温暖化ガスの N2 を酸化二窒素の、えー まあ、発生、えー、負荷になるんですけれども、まあ、標準法と比べまして、えー、250分の1という NBR、まあ、は非常に、えー、その負荷が低いというところが示されております。 改築更新時期を迎えておる東京都様でもぜひ新しいまあ処理方式ということでビアルの採用をご検討いただければというふうに考えてますし、はい。あともう一つ排水ポンプ車もぜひご活用いただければと思っております。<laughs> はい。どう,ういどうもありがとうございました。あの技術のその進化の歴史のようなことですね。あの CO2 あの温暖化ガスのあの削減ということで、えーえー、次々とあの 削減されてきているというお話をお聞きしましたあの企業さんの方からいろいろなご提言ご提案をお聞きしたところでございますが最後にですねメガシティ東京水道下水道これからどういうことに取り組むのかということについてお聞きしたいと思います初めに東京都水道局の田村議官からご発言いただきたいと思います、はい えーまあ、先ほどの発表でもお話をしましたがあのやはりあの災害への備えということが、まあ、非常に重要だなと思っております。えーまあ、最近あの、ここ20年ぐらいですか、まあ、全国各地で大きな地震が発生して水道施設も被害を受けておりますしまたあのこれまでになかったような豪雨がこれまた、毎年のように全国各地で起きて、えー、甚大な被害があるということで あのまあ、新しい時代に入ったような気がしておりますが、そういったものにあのしっかり対応するためには、これも先ほどあの発表でもお話しましたが、まあ、しっかりとあの施設を強靭化していくということは、まあ、当然だと思います、ただ、あのこれだけあの大きな被害が続くと、やはりあの被災してから、被害を受けてから、まあ、迅速に回復するということも合わせて、まあ、重要だなと思っております。 まあ先ほどあのハード面の話が中心でしたがやはりまああのそういうソフト面の対応というのも非常に大切だなと思います、まあ、あの東京はあの巨大都市でございますがあの巨大なばかりに東京が被災すると周りからこうたくさん支援をいただかなきゃいけないということがございます、まあ、そのためにあの全国の事業体ともあの相互に支援するようなあの関係をしっかりあの築きつつありますし また、そういった協定に基づいて訓練を積み重ねていくということも大切だと思っております。また、被災したあの復旧については企業の皆さんからも資材の調達ですとか復旧工事についてご支援いただけなきゃいけないということでこういったことについてもしっかりと連携して取り組んでいくということをハード面と合わせて取り組んでいきたいなと思っております。 それからあの老朽化した施設の再構築というお話をいたしました、えー、これもですねあの施設のまあ更新これからあの続いていくわけでございますがこれはあの新しい技術を取り入れるまああの良い機会ではないかなと思っております、えー、まあこれもあのエネルギーの効率化という話をしましたが、まあ、そこについてもあの 次々とこう新しい技術があの出てきておりますのでまあそういったものをしっかり取り込んでいくということが大切だと思いますしまた ICT 技術がまあ年々あの急速に進歩しております例えばあのドローンを使ってあの施設を調査するですとかあのタブレット端末でまあ施設を点検してそのデータを積み重ねていくですとかまあそうやってあのおまあ得られた 水道システム全体から集まるビッグデータを活用して AI で分析をしていくですとか新しい技術が次々と出てきておりますそういった技術はこの展示会場でも各社から提案されているところでございますがそういったことを施設を更新していくそういった機会にしっかりと取り組んで取りんでいきたいと思いますし我々からまたですね どういったものが必要なのかということをしっかり発信していくと、ニーズを発信していくということも大事だと思いますので、まあ、そういった面であの企業の皆さんともしっかりと連携してやっていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。施設講新は一つの新しい技術を導入するチャンスであるということと、それからそこで新しい技術ですね、そのフロントランナーにぜひあのなっていただければというふうに思います。神、えー、山一君、ご発言いただきたいと思います。 はいえー、東京はです、ね、これまでまあ130年間の時間を費やして今日の下水道システムを築き上げていきましたえ、まあ、この間、えー、国の支援あるいは民間の方々の技術 等も借りながらこ、ね、ここままでで来たとといいうことでございます、まあ、先ほどもあの新たな課題ということで申し上げましたけれども JICA、えー、の松本さんの方からも量から質あるいはアメニティとかですね巨人、えー、化とか、まあ、そういった話がです、ね、やはりこれからの新たな課題,課題だと思います、えー、と,とたいたしましてもです、ねえー、施設の老朽化対策 あるいは地震対策浸水対策それから水処理の高度化エネルギーの削減とかですね様々な課題を解決してより良いあのシステムにしていかなければならないというふうに考えております今日いろいろ民間の皆様の技術も伺いましたこういったこともですね念頭に置きながらですね我々と産学ともですね連携しながらより良い 水道システムですね進化させていきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます。えー、本日あのメガシティということをテーマにですね、えー、2セッション分、えー、90分の、えー、2倍ですね180分、えー、議論させていただきました。さまざまなあのご発表ございましたし、またあの最後のパネル討論をさせていただく中でですね。 えー、メガシティ様々な課題があるということが分かりました、えー、これからあのメガシティどんどん人口が増えていく、えー、ヤンゴンあるいはハノイといった都市ではですね、まあ、日本がかつて経験したようなさまざまな課題におそらく直面するであろうと、えー、その中であの東京都をはじめとしてですね JICA、えー、さんの支援もいただきながらさまざまな技術協力を通じて、えー、連携を深めていくと。 でそれによってあの課題を解決しまた最終的には、ね、SDGs の達成に向けて努力していく一緒に努力していくという道筋が見えてきたような気がいたします。 東京は世界を代表するメガシティでございますけれども上下水道はですね老朽化が進み更新が必要になってきているという状況にありますけれども先ほど田村議官のお話にもございましたとおりです、ね、施設の更新というのは新しい技術を導入する一つのチャンスであると。 えー、そのような形でまあ前向きにあの発想を捉えるとですね今あの四社さん登ご登壇いただいてますけどもさまざまな技術が開発されまたそのおレベルがですね、えー、年々向上していくということが分かりました、えー、東京があの世界を代表するメガシティの東京がですね、えー、21世紀も水道また上下水道で世界のフロントランナーで 海外の諸都市からもです、ね、ぜひ東京の上水道下水道の仕組みを学びたいと言っていただけるような新しいあの東京の水道下水道を皆様と一緒にです、ね、築いていけたらというふうに感じている次第でございます。 えー、あの長時間にわたりましてあのご参加いただきましてありがとうございましたあのパネル討論の最後になりますけれども、えー、ご登壇いた,いただきました発表者パネリストの方にですね皆様盛大な拍手を送りたいと思います <laughs> えとそれではあの司会者の方に代わりたいと思いますよろしくお願いします Thank you, Professor Takizawa, and uh, all panelists, thank you for very much. I'd like to again, that uh, Professor Takizawa and uh, all panelists, big hand again. <laughs> and also, the, attending uh, this uh, uh, forum for, I'd like to express a sincere thank you for all participants and all attendees here, and uh, I would say, Sincere thank you for all participants and attendees here. Uh, finally, uh, we will conclude with closing remarks uh, from uh, Mr. Hiroshi Matsumoto, uh, uh, Senior Director, Technical Department, uh, the Japan Swedish Works Association, also one of the uh, deputy members of the host uh, country committee. えー、ミスター松本プリーズあサンキュー、えー、閉会に際しし一言ご挨拶申し上げます本フォーラムにおきまして、えー、学術界、えー、国内外の事業体、協、えー、会などの多くの関係者が集まり、限られた時間ではございますが、メガシティにおける水管理というテーマで中身のある有意義な情報共有、 意見交換ができました諸外国の皆様のお話を伺っておりますとまさに東京都ないしは日本が経験したことを今経験されているとの印象を受けたところでございます東京は世界有数のメガシティでありこれまでの長い歴史の中で大都市特有のさまざまな課題に直面し克服してきました 一方、現在は気,候変、えー、気,気象変動による洪水や渇水、えー、ないしは地震対策、施設の、えー、老朽化など、新たな課題にも直面してございます。東京は今後、人口減,、えー、減少が予想されますが、今後、ますます人口集中が予想される年もございます。東京を含めた大都市間で連携し 情報共有しながら、現在抱えております大都市特有の課題に対しまして、適切な対応を行うことが望まれております。さらに加えまして、大都市が今後、新たに直面することになる未経験の課題を克服していくためにも、世界で一丸となって協力していくことが重要であると考えてございます。これにより SDGs の目標6であります、すべての人々の水と衛星の利用可能性と持続可能な管理を確保するとの目標達成に近づけることと存じております。本日のフォーラムで得られた成果が、世界の水問題の解決の一助になれば幸いでございます。以上をもちまして、本フォーラムの開催のあ、閉会の挨拶とさせていただきます。